映画を撮るってなったら大体1時間半ぐらい、90分の映画、撮るってなったら、まあ大体撮影期間って1ヶ月ぐらいじゃないですか。そうね。うん。けどテレビドラマ、まあ特に深夜ドラマとかって、2週間で30分ドラマを6話とか撮るんですよ。2週間で。そうだね。大体30分ドラマだと、賞味22、3分だから、1日10分ぐらい撮るのよ。うん、10分分ぐらいだから、2日で撮れたら結構大成功だね。はい、うん、さ、どう考えても、え、映画よりも撮影期間が短いんですよね。そりゃそうでしょ。はい、もちろん。だからその分撮影期間は短いけど、尺はあのドラマの方が長い。まあでもドラマはそこはさ、それが分かってるからベースを作るじゃん、話のベース、はい、例えばこういう部屋のシーンで会話するシーンがやたら多かったりするでしょ、はい、まあ学園物で言ったら学校のシーンが多いし、はい、刑事物で言ったらその警察署のさ、はい、刑事部屋とか、はい、取調室とか、まあ、必ずその話の中で軸となるシーンがあるじゃん、はい、そこをまとめて撮るじゃん、ドラマの場合は、はい、今日は取調室のシーンを1話から10話まで撮りますみたいな、はい、1話の方ではなんかギクシャクしてて、はい、10話の方ではすごく仲良くなってるみたいなのを、はい、だったら1話、10話、9話、8話みたいなのを撮ったりするから、うん、もうわけわかんなくなるってのはあるかもしれないけど、ここはまとめたい、うん、この1話の中で取り調べ室のシーンは、うん、ま、30分番組だったら22分だから、うん、10分ぐらいは取り調べ室のシーンにしてくれみたいな、オーダーがそもそもあるのよ、脚本の段階で、うん、じゃないと無理だから。そんな時間が足んないって感覚ないけどね。それあれ、あれ監督だからじゃない、山木雄さん。どういうこと？ドラマって例えば12話あったら、あの12話中監督が3人いてとか2人いてとかあって、そのうち4話だけ1人の監督がやる、1人ずつ4話ずつやるみたいな。今日1日山本さんで、明日1日誰々さんで、明後日1日誰々さんって言ったら、山本さんからしてみたら、あの次の日休みじゃないですか。だからっててっぺんまでやるかって話でしょ。やんないよ。いや、やってる人いるんだって。やってる人はだから言ってんじゃん、今まで何してたんですかそうそうそう、だから考えるって話じゃん。次の日のスケジュールとかも見て、日比助出てんだから、宗助もあるし日比助も出てんだから、次の日殺球だったらまだわかるよ、まだ、うん、ね、でも次の日も朝6時から集合とかで、その前の日の終わりが12時って、うん、もうさ、スタッフ下っ端寝れないじゃんこれ、うん、だったら少し巻いてあげようって思うじゃん、自分の回だったら。うん、けどだってもう、その、もう、1日に15ページとか取らなきゃいけないとかだったらさ、もう、その、巻くも巻けない場合だってあるじゃないですか。まあ、巻き方だよ、巻き方。それはだから、15ページって言っても内容があるじゃん。うん、会話だけの15ページなのか、うん、例えばさ、キャストが10人いたとして、うん、15ページの中に2全部2人だったら、うん、2人芝居なんてすぐ取れんのよ、うん。マスターとカットバックで終わるんだから、最悪。うん、何のこだわりもなければさ。うん、10人いて、10人が好き勝手に喋って、あちこち動き回ってったら、1ページでも8時間ぐらいかかるときあるよ。うん、でしょ、うん、人数の問題じゃん。うん、だから、15ページの内容だよ。15ページの内容で、その、いや、キャスト2人だけで、会話シーンでって言うんだったら、その演出部は分かってる。その、スケジュール組んだ人は分かってやってるし、10人いて、15ページだったら、頭おかしい、そいつ。もう絶対、絶対取れないって言うもん、俺、そしたら。その前に言う、もう現場入る前にこれは無理だよっていう、うん、でだけどよく言うじゃない、何が、あのドラマだけど映画風に撮りたいみたいな。ないないない、いや結構ある。誰そんなこと言ってる人。映像的に映画っぽい感じの雰囲気にしたいとか。まあじゃあ映画っぽいとは何かをそもそも定義してくれたらしいじゃない映画っぽって何、画角、え、ここ上としたければいいんじゃない1対2.3。そんなこと言えますだからそんなこと言えます？あ、映画っぽい。まだやんは言えない。君は言えないですよ。映画っぽいって何ですか？俺は言えるよ。映画っぽいって何って言うよ。え、質感っすかみたいな。フィルムで撮りますって言えばいい。あ、まあまあ、そういう、多分、そういう、よくある映画風みたいな、ちょっと、なんか、わかんない。あの、アンダー気味に撮るのかわかんないけど。2398で撮りたいっていうぐらいだったら、全然可愛いもんじゃん。深夜ドラマだったらさ、23.98 フレームで撮るってのは、もう当たり前。だし、別にこのカメラもさ、ブラックマジック2398で撮ってるよ、今。で、60p じゃないよ。だ、あ、映画っぽいでしょ？映画っぽいでしょ？動きが。そ、まあ、そういうことなのかな？わかんないけど。わかんない。そうやって、なんか聞いたりとかしますか？グレーディングをしたりとか、ローで撮ってグレーディングしたりとか、そういう仕組みでしょ？そうそうそう。システムでしょ？多分だけど、ちゃんと準備したいってことだと思う。うん、あの段取りをちゃんとして、うんうん、
あ、まあメイクもしてさ、衣装も着て、うん、ちゃんと段取りをして、カメラテストみたいなことして、うん、照明か作って、じゃあお願いしますって来てもらって、役者さんに気持ちよく演技してもらって、みたいなことを多分映画っぽく撮りたいって言ってるんだと思う。うんうん、そうだね。映画ってそうじゃん。まあ気持ちよく演技してるかどうかわかんないけど、まあきっちり準備してからさ、役者呼ぶでしょ。うん、もうちょっとなんかテレビの撮り方って多分だけど、なんかこうしてバッチってパッパッパッみたいな、うん、そういうなんかカット先行みたいなとこあるじゃん。うん、芝居先行じゃなくて。そういうことなんじゃないかな、多分。どうなの、その深夜ドラマ、わかんないけど。わかんない。まあ、そうなんだ。そうなんじゃない。でもさ、経験上芝居先行でやった方が時間かかんないけどね。え、そんなことない?なんかさ、頭の中でカットさ、こうやって組み立てるじゃん。組み立てんだけど。うん、組み立てて現場臨むじゃん、うん、で芝居じゃあお願いしますってやったらさ、そのカットほとんど使わないことが多いもん。あ、これいらないわってなる。これでこのカットだけでいければとかよくあるよ。いや、まあだからそれはそれでいいじゃない。じゃあもうやめようってなるじゃん。じゃあやめようってなる。だから結果的に時間かかんない、芝居優先の方が。うんうん、だから芝居優先でいいんじゃない。だってよく言うじゃん、もう口癖みたいに、バカの一つ覚えみたいにさ、現場で芝居優先だからみたいな、よく言ってるじゃない、その誰のこと言ってる。いや、演出部とかがさ、うん、よく言ってるでしょ、そういう。言ってるよ。うん、芝居優先で、みたいなさ。うん、はい、みたいなさ。うん、A と B がいて、ちょっと舐めるとするじゃん。うん、刀めみたいな感じのアップとするじゃん。うん、で、舐めた後、こいつが振り返るみたいな。カメラこっちね。振り返るとして、この顔にフォーカス当てたいと。うん、いう時は、芝居優先なんないじゃん。これもうカメラ優先じゃん。だってこのアップ、なめのアップでさ、振り返った時にさ、振り返ってフレームアウトしちゃったら NG だから、うん、振り返ってフレームの中で振り返って、しかもそこにフォーカスガチッと当たるってことが動けないじゃん、この人も。ここしか動けないから、うん、これ完全に芝居をさ、完全に殺してんだよね。役者さんに無理を強いるわけだから、こう動いてっつって、ここでこうしてこうしてっつって。でも芝居優先だったらそんな絵は絶対作んないじゃん。なんでフレームアウトしたところで、うん、ここに顔はまだ残ってんじゃん、もう一人。ここにフレーム、フォーカス合わせといて、うん、終わっても別に視聴者としては許せんだよ。この中で収めたいっていうのは作り手のエゴでしかないから、うん、それがかっこいいっていうふうに思うのも分かるし、時間があればやるけど、それも時間ない時にさ、一番優先でパッてやってフレームアウトしちゃったら、まあ、それでいいじゃんってなれるじゃん、うん、その諦めが大事。時間がない時のさ、うん、もう時間かけるは何だってできるんだから、うん、撮影なんて。でもこう振り返ってそのままレールでそのまま顔を覆えばいいじゃん。レール敷くの大事。レール敷いたらもう役者の芝居なんかさ、もうアップで追えないよ。役者にやってもらうしかないよ、それは。ふざけんなよと思う、本当に。好きなことを仕事にする勇気がなかっただけだよと。